皆さんこんにちは、キウイ社囲碁 YouTuber のまゆです。じゃん、詰碁チャレンジ19日目終わりました。はい、詰碁チャレンジとは私、万年肉のまゆが家の本棚に眠っている詰碁本を1ヶ月本気でやったら強くなれるのかどうなのかということにチャレンジしている企画です。ゴールは2つあって、1つ目はこの詰碁本を1ヶ月でコンプリートできるのかどうなのか、コンプリートできるかどうか7月31日にこの中から30題出題してもらって、解けるか解けないかということをテストします。もう一つは OGS という対局サイトで毎日対局して13級が10級になれるのかどうなのかということを検証しています。はい、毎日成果報告をしているんですけれども、今日はですね、実は昨日定休日だったんですけど、私のこう教えてくれてる人にこの中からちょっと試しにテストの仮テストみたいな感じでちょっと出してみてよって言ったら、1章4章5章は結構解けたんですよ。ほぼほぼ完璧に解けてたんですけど、2章3章が私全然あんまり やれてないんですよ。こう、なんでかっていうと問題数が35問と30問で多くって、ちょっと後回しにしてたんですけど、やっぱり2章と3章から出された問題は全然解けなくって、その先生みたいな人も、あ、2章と3章ちょっとやばいっすねみたいな感じで言ってました。なので、今朝はですね、今日も朝サウナ行ったんですよ。で、朝サウナで2章だけ完璧にしようと思って、そこにある砂時計が10分なんですけど、くるって回して10分の間にこうやって眺めてたんですよ。で、最初の10分は本当に間違いがたくさんあって、つって分かんないなーって、店で並べて覚えるかななんつって思ってたんですけど、その後水風呂入って、また2回目入った時にまた最初から2章の最初から見て、さっきよりできなかった問題ができるようになって、答え見たからできるようになって、もう1回水風呂入ってまた同じ2章からやって、最終的にそれを5回ぐらいやったんですけど、5回目にはね、なんと10分間の間に間違えずに2章を2周することができたんですよ。2章っていうのは35問あるんですけど、要は70問を10分間で解けるようになりました。なので、私並べなきゃ覚えられないなっていうふうに思ってたんですけど、実はちょっと休み何度も見るっていうのは、こう頭の中に記憶するコツなのかもしれないなっていうのに今日新たな発見ですね、気がつきました。なので、なかなかこう家で並べる時間がなくって電車の中で覚えてるっていう人は、こう見て、こう例えば1回乗り換えがあってもう1回見るとか、電車に乗った、会社に行った、昼休みにちょっと見るっていう、この間を空けて1日に何度も見るっていうのは、実は結構効果があるんじゃないかなっていうふうに今日気がつきました。はい、詰碁はそんな感じなので、今日は2章が多分ほぼ完璧になったんですよ、これで。なので、明日はサウナに行けるかちょっと時間的に分かんないんですけど、3章も同じような方法で勉強しようと思っています。はい、で、対局の成績なんですけれども、昨日今日とですね、10級9級10級の方と打って、10級の方2人はですね、攻め合いで思いっきり負けたのと、私がこう頑張ってる時に当たりを見損じて取られちゃって、もうそれでやる気がなくなっちゃって終わったっていうパターンでした。ただ確実にそういういい勝負ができるようになったっていうことは、強くなってるんだろうなっていうふうに感じることができました。で、もう一人9級の方に関しては、結構あっさり勝つことができました。とはいえ、9級の人強かったんですけど、ただですね、今まで10級と11級をこううろうろしてたのが、10級以下に下がらなくなったんですよ。11級にならなくって、今 9.3 級ぐらいでキープできてるんですよね。なので、確実に3段階ぐらいレベルはアップしています。これは詰碁の効果だと思いますよね。はい、なので成果報告はそんな感じです。で、今日はですね、お話ししたいのが、15級ぐらいの方でも詰碁の効果あるんですかっていうことについてお話しします。私はあると思っています。なぜかというと、私が詰碁をやり始めたのって10級ぐらいだったんですけど、その頃なんで私が結構弱かったかっていうのは理由が分かってて、欠け目の感覚が弱かったんですよ。なので2眼行きじゃないですか。それは理論として分かってるんですけど、欠け目をあんまり理解してなかったんですよ。だから死んじゃってたんですよね。目だと思ってたけど実は目じゃなかったっていうのが、すごく多かったんですね。で、うちのお店に来ている15級前後の方を見ても、2眼の概念は分かってるけど、一つが欠け目になってることに気づけてない方が結構いるんですね。で、私がやった詰碁は
その欠け目にして殺す問題とか欠け目を防いで生きる問題が結構あるんですよ。そういうのをやることによって、あ、これは欠け目なんだとか、あ、これは欠け目じゃないんだっていう判断ができるようになったんですね。それができるようになったから簡単に石が死ななくなったっていうのは一つあります。で、その二眼液に関しては、例えば、三目中でとかありますよね。その中でを理解することもそうですし、その形、これが死に形だっていうのを理解するのに詰碁はすごい役立ったんですよ。逆にそれ自分が生きることにも役立ちましたし、相手を殺すのにも役立ったんですよ。その簡単に相手がもう三目の状態になって、一手私が入れれば、あ、これは勝ちだなっていう問題も、自分が攻められててそれに気がつかなくって負けちゃうことが結構ありました。ただその冷静、詰碁をやってるせいか冷静に判断できるようになって、これは今私は全然違う石を攻められてるけど、ここの3目のところを自分が1手入れれば相手は死ぬんじゃないかなっていう判断がですね、落ち着いてできるようになったんですよね。なので、その自分の生き形とか死に形を理解するのに、本当にこの私のやつは結構難しいので、前回私がご紹介した高尾先生の基本の詰碁っていう本だけでも十分にその基本的な死活は学ぶことができるので、15級の人がやっても必ず効果は出ます。実際に私がそうだったので、やる意味はありますということをお伝えしたかったです。はい。で、昨日はですね、定休日だったので、七段ぐらいの方にですね、某碁会所で教わってました。で、まあこの中から問題を出してもらったっていうのが一つと、私の布石で勝つにはどういうふうに考えたらいいのかっていう、考え方とかを教わってたんですけど、ああなるほどな、強い人ってそういうところを見てるんだなっていうので、めちゃくちゃ勉強になりました。なかなかですね、私こう自分が教わりたいなって思う相手って全然なかなかいなかったんですけど、なんかその人はパッと見た時から雰囲気がすごいよくって、あ、この人に教わってみたいなっていうことで教えてもらいました。一日お付き合いいただきありがとうございました。はい。そんな感じで、自分に合った先生を見つけるっていうのも、一つの手段というか強くなるために必要なことだと思うので、いろんな方の指導を受けてみるっていうのもいいと思います。はい。残り11日になりました。なんか今日ね、朝サウナでこう弱い、やりたくなかった2章の35も何度もやってかなり自信がついたので、対局自体もいい対局ができるんじゃないかなっていうふうに思っています。残り11日ですけど、応援コメントや私も頑張ってますよっていう意見だったりとか、何かコメントがあればコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また明日お会いしましょう。さようなら。